厚岸フェリーは、かつて、北海道厚岸群厚岸町に存在した航路。厚岸町中心部の空中写真。厚岸大橋を挟んで、左側が厚岸湾、右側が厚岸湖。厚岸フェリーは、厚岸大橋よりも厚岸湖川を航行していた。厚岸フェリー廃止後の1978年撮影の9枚を合成作成。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。あっけ町の市街地はあっけ湾とあっけ湖の境に位置する水路の両岸に発展しており、水路の北側と水路の南側とを結ぶ道路と線施設として日本道路公団によってあっけフェリーが運行していた。あっけ町開示記念館に残されている本渡り分室の看板。 1971年に設置された札幌市所の文字があるため、廃止直前のものあけ市長は天然の良好である。あっけ市湾を中心として、海運、水産業で発展したこともあり、明治初期は、湖南地区に市街地が形成された。1871年の開拓市出張所、開設以降、軍役所や町役場といった行政機関も湖南地区に設置され続けた。 一方、1917年に、釧路から延伸した釧路本線は、小北地区に厚岸駅を設け、同駅からの貨物線として、厚岸湾沿いに浜厚岸駅を設置した。これに伴って、小北地区の開発も進み、両岸を行き来する必要性が高まっていった。両岸の往来の手段として、明治末期から佳境運動が行われたものの実現には至らず、 焼き玉船等による市営の都船が行われていたが、1928年には、湖北地区と湖南地区とを結ぶ町営の都船が、就航した。その後、昭和20年代の後半になると、人口の増加や、陸上輸送へのシフトといった情勢の変化から、都船での連絡は限界を迎え、フェリーの就航が強く望まれるようになった。 1956年に日本道路公団が発足すると道路整備特別措置法に基づく有料道路事業としてのフェリーが要望され、1958年度に事業化同年9月13日に着工した。北海道における日本道路公団の有料道路事業はケシフェリーが初めてであった。節岸施設の設計にあたってはケシ湾の早い潮流に対応できる。 要、交換区5本を組み合わせたドルフィンを2カ所に設置し、これにシルベ船壁を取り付けて同船する仕組みが取られた。就航するアッケシマル及び雪岩施設は、1959年7月10日に工事完了し、同年8月2日から営業が開始された。湖北地区側に管理事務所が、湖南地区側に分室が設けられた。アッケシ港に水揚げされる。 水産物や湖南地区の林産資源の輸送のほか、両岸の自動車交通の発展及び、厚岸道立自然公園の観光振興に寄与した。就航を2年度目となる1960年度に、年間27,361台だった、利用台数は年々増加し、1963年度には、年間5万台を超え、1967年度には、年間10万台を突破。 廃止前年度の1971年度には124,160台に上った。地元の運送業者による利用が輸送量の6割から7割を占め、湖北地区から湖南地区向けには日用雑貨や新丹類が湖南地区から湖北地区に向けては水産加工物や木材が主に運ばれた。本渡市町川の厚岸古城に残る桟橋の跡。 奥に見える橋が、アっけしを橋。両岸市街地の人口増加や物流の拡大に伴い、フェリーの輸送能力は早々に限界に達していた。水産加工製品は、コナン地区に集中していたため、低い輸送能力が鮮度低下を招いており、同じくコナン地区から搬出される木材についても、アっけし湖が決定し、 フェリーが欠航しがちな冬季に運搬の最盛期を迎えることから安定的な交通手段である加強が求められていった。1964年にあっけしをはし、加強促進規制会が発足すると各方面への要望や陳情が強化され、1965年から加強を含めた堂々の改良工事の調査が始まった。1969年には試験工事が開始され、 1972年に、あっけしが完成した。あっけしの完成に伴い、同年9月10日の22時15分の便を持って廃止された。2016年現在、本渡し側に、三橋の一部が残存している。ありがとうございます。